皆さんこんにちは、てっちゃんにんじん系です。僕は今和歌山市駅に来ております。今回この動画は、ここ和歌山市駅から隣の和歌山港駅までわずか一駅区間を走る普通車を取り上げたいと思います。その名もですね、和歌山港線の普通車となります。かつてですね、ここ和歌山市から和歌山港まで間に3つあった和歌山港線なんですけども、現在はその3つの駅はですね、廃止となってしまい、今は和歌山市と和歌山港のわずか1駅で、ね、終わってしまう路線となってしまいました。でですね、時刻表なんですけども、このように全て南海フェリーに合わせた時刻になってまして、このようにかすかの時刻表になってしまってます。でですね、このオレンジのマークの電車は急行、赤は特急となってます。で、この黒の列車がですね、ここ和歌山市から隣の和歌山港までをわずか一駅で結ぶ普通車となってます。でですね、和歌山港駅が発車する電車はですね、7番乗り場なんですけども、7番乗り場は僕は今いる5番6番乗り場の端っこ、ここに7番乗り場があります。乗車する際は注意してください。ではですね、間もなく発車っていうことなので車内へ移動したいと思います。車内は暑いになってます。というわけでですね、和歌山港までやってきました。この列車はですね、すぐに折り返して和歌山市の方へ帰っていきます。で、和歌山港から見る景色はこんな感じです。いやー、めっちゃ綺麗な景色が広がってますね。で、この和歌山港駅なんですけども、今はですね、僕が終点となってるんですけども、かつてはですね、ここからもう少し先行ったところにですね、水軒っていう駅があったんですけども、そこまで伸びてました。ですが、現在は廃線となってしまってですね、ここ和歌山港が終着駅となっております。今ですね、和歌山市駅の電車が発車しました。和歌山港駅にあって、実はこのようにパタパタの発車表示が残ってるんですよね。
今回りましたね。開始の和歌山市駅が入線してきました。この列車に乗ってですね、和歌山市まで帰りたいと思います。ではですね、ただいまここに停車している普通車和歌山市駅に乗ってですね、和歌山市まで戻って、この動画は終わりたいと思います。和歌山市まで戻ってきたということでね、この動画はここで終わりたいと思います。